一緒に掃除しようよ、掃除っていうかいろいろなんかいろんな廃棄物が捨てられてるヤブだったんだけど、なんかもうすごい崖のようなとこだったんだけど、もう足場の悪いところのなんかいろんな落ちてるゴミを一緒に拾ったのが陽介との最初のあったかい思い出です。その時に陽介はすでにスパイク足袋を履いていたんだけどね、たびたび足袋を履くたびにそんな歌聴いてみてください。屋根に
水のこと天神さんに相談してた。だから旅をする、旅を吐く、いつだって屋根に登れるように。だから旅を吐く、旅を吐くよ、いつだって山に登れるように。昔の人は暮らしの中で幾度となくあの木に登ってさ、天地祈り祈り、ノルマやカルマ、頭蓋骨と相談していた。昔の人は生活の中で幾度となく境目を越えてさ、進歩繁栄と孤独な生涯のこと、そばから枕に相談していた。だから旅をする、旅をする、いつだって我に帰れるように。だから旅をする、旅をする、いつだって全て放てるように。この国がどう